悪夢の逃避業は2018年のアメリカ合衆国のサイコスリラー映画。監督はディーン・デブリン、主演はデビッド・テナントが務めた。なお、本作は日本国内で劇場公開されなかったが、2019年4月18日にワウワウでの放映された。本作がカリテ・ファンタスティック。シネマコレクション2019で上映された際には、 バッドにシジョン終わりなき悪夢の始まりという放題が使用された。レストランで働くショーン・ファルコは職務上知り得た情報を利用して顧客の家に窃盗に入っていた。ある夜、いつものように盗みに入ったファルコは思わぬものを目撃することになった。そこにはケーティと名乗る女性がおり頭のおかしい家主に監禁されているから助けてくれと言ってきた。 自らの犯行を目撃されてしまった焦りから、ファルコは直ちにその家から逃走したが、家主のケールは、その一部始終をじっと見ていた。その結果、ファルコはケールに命を狙われることになってしまった。2013年9月16日、エレクトリックエンターテインメントが、ノーグッド、ディードというタイトルの脚本の映画化権を獲得したと発表した。 2016年8月25日、ディーン・デブジンの監督起用とデビット・テナントの出演決定が報じられた。9月22日、ロバート・シーファンが本作に出演することになったとの報道があった。11月29日、カーリとオリベロがキャスト入りした。2017年初頭、本作の主要撮影がオレゴン州のポートランドで始まった。2018年2月7日、 エレクトリックエンターテインメントは本作のファーストトレーラーを公開した。本作はタリーと私の秘密の時間やオーバーボードと同じ週に封切られ、公開初週末に200万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、この予想は的中した。2018年5月4日、本作は全米2007巻で公開され、公開初週末に172万ドルを稼ぎ出し、 週末興行収入ランキング初登場11位となった。全米2000巻以上の規模で拡大公開された作品の数字としては異例の低さとなった。映画批評集積サイトのロッテントマトズには41件のレビューがあり、批評家支持率は59%、平均点は10点満点で5.9点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、 悪夢の逃避業は一握りのスリルとデビット・テナントの公演を観客に届けている。そのおかげで不明瞭な演出と陳腐なストーリーという欠点が相殺されている。となっている。また、メトクリティックには15件のレビューがあり、過重平均値は45、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B マイナスとなっている。ありがとうございます。